まあな。じゃ、また連絡する。要素が増えすぎて情報整理だけでも追っつかねえよ。それをなんとかするのが世界一のナビゲーターだろ。頼むぜ、エディ。はいはい、ほーっと。いや、待ってたよ、マイハニー。告げ口かな。それはご勘弁。いい話、悪い話。両方。先にどちらを聞きたい？悪い方かな。好きなものを最後まで残すタイプね。残さず食べたいからね。悪い話、狂犬第五隊長ご存知というか、あなたの恋人よね。ゴリラまでは愛せないよ。奴がどうした？吠えてるわよ。なんて？また引き分けた。次は勝つ。ここかしこで戦ってるのね。まるで惹かれ合う二人。他には？他に何かあったの？いや、訂正がないということは本当に引き分けたの？あなたらしくもない。2連勝中でしょ。よく知ってるね。今回は不覚を取ってさ。気をつけて。あなたが倒されると私の自信も吹っ飛ぶ。任せろ、次は負けない。リサ、ダイゴの情報どこで？最近動きが派手よ。手にしてない？情報。高村の飼い犬ってところまでは。え？高村総帥直属、親衛隊長の職についてるわ。職だな。俺も雇ってもらいたいよ。大財閥の総帥の SP なんてね。嘘。サンキュー、リサ。いい方は？鏡。動きそう。慌ただしいわ。どんな動きだろう？それはもう少し。ガードはひたすらに硬い。ギリギリの風を感じたら ID13 特権を振りかざすわ。最悪その時まで待って。ありがとう。こっちからより君の方が全然頼りになる。もう少しゆかりさんとゆっくりしてて。嵐に巻き込まれると息をつく暇もない。そして嵐はすぐそこにか。近々？おそらく。それは状況から推測？それとも君の勘？両方。分かった。デレデレしすぎないようにするよ。ええ、たまにはこっちも向いてね。こっちって仕事？リサ。両方。嘘。嘘じゃないわ。二人で一つのメロンソーダ。憧れね。まあ、また機会があったらね。楽しみにしてるわ。アデュー。
そしてエディも知らぬ情報を握る謎の女か。ワクワクするぜ。本当にこんなんでいいのか？サツキ。お、何？誰にでも簡単、お手軽に作れる甘いものが好きな女の子の喜びそうなおやつを教えてくれないか？またあんたはいつもやぶからぼうだね。何、ゆかりとデート？ドキ。貴様、エスパーか。国の秘密機関を紹介してやってもいいぞ。なの小学生でもわかるよ。そうね、ゆかりは乳製品大好きだから、デザートにヨーグルトフルーツはどう？お、聞くからに簡単そうだな。うん、ミックスフルーツの缶詰に甘み少ないヨーグルト用ってのがちゃんとあるの。これにナチュラルヨーグルトをかけるだけ。おお、素晴らしい。でしょ？ねえねえ、いつデート？週末？いや、特に決まってないけど。なーによ、隠すことないじゃん。あんたたち二人の熱々っぷりは衛星放送で流れてるよ。んな大げさな。なに照れてんのよ。たかだか彼女できたぐらいで。総一、案外可愛いとかあんじゃん。うっせえな。人のこと冷やかしてる暇があったら、てめえも適当なやつを捕獲しろ。そうだ、イトップとかどうだ？多少間抜けで特に取り柄はないが、根はいいやつだぞ。伊藤君はちょっと。ちょっと。
贅沢言うなよ。偉そうに言っちゃってまあ。ちょっと彼女ができるとすぐこれだ。私はいいの。やらなきゃなんないこといっぱいあるしね。やらなきゃなんない。あ、うん、こっちの話。じゃ、頑張って。あ、おい。あ、そうだ。デートの相手、ゆかりよね。企業秘密。バカ言ってんじゃないわよ。違う女だったら目ん玉くり抜いてやるから。じゃなくて、ゆかり相手だったらフルーツの缶詰は甘み少ないやつじゃなくて普通の甘いやつね。ヨーグルトもナチュラルはやめて、お砂糖の入った普通のに。それから缶詰のシロップもぶち込む。おいおい、そりゃいくらなんでもダメだろう。聞いただけで甘ったるそうじゃないか。あんた、ゆかりの本当の恐ろしさを知らないのよ。は？うん、別に何でも。とびっきり甘い二人にはとびっきり甘いデザートがぴったりよ。じゃねー。あ、おい、さつき。行ってしまった。サンキュー。はーい、そういっちゃんですよ。エディだよ。仕事の話だ。何かあったか。米軍の動きがきなくせ。あれやっぱり鏡の暴走だ。ペンタゴン最上層部が前後策に走り回ってる。鏡の？というより太平洋艦隊か。聞いて驚け。エンタープライズがご入港だぜ。何？鏡に？異例中の異例。これもどうやら鏡の仕掛けらしい。巨大海上戦力、狙いはやはり。もちろんあそこだろうな。熊の名だか。エディ、入港予定。調査中。しかしごく近いうちであることは間違いない。今夜遅く、明日明後日。リサ、まだだ。姉さん連絡もつかねえぜ。期待はしてないけど。どうすべ。アパッチと見るとフル整備フルスタンバイだ。引き続き情報収集、最優先事項はエンタープライズ。了解。ようやく面白くなってきたね。まあな。ソイチ、お前は入港予定は早くても今夜遅くだな。ああ、それまで極秘ミッションに当たってる。極秘ミッション？あー！デートなんかしてる場合じゃねえだろ。ゆかりと一緒にいる、それこそが俺の戦闘準備さ。はあ？んじゃね。おい、ちょ待てって。ほら、総一。Thank you.
やかましい。どうも、世界で一番やかましい女です。ルースです。じゃあ、ちょっと待って、総一。気色悪い声出すな。なんだその鼻炎カプセル鼻に冷たくなる鼻声は。セクシー、タクシー、キキー、ドン、ポテ、逃げ、引き逃げるな。大丈夫、あんただから。俺、引き殺されたの俺。んなことはどうでもいいのよ。そいち、あのさ、今日暇？ヒポポタマス。暇かどうか聞いてんのよ。火しか合ってないじゃん。まあもうちゃんと入ってるぞ。あ、じゃあ暇なんだ。ちょっとお願いあってさ。しまった、俺流のあまりに高度な切り返しが墓穴を掘ってしまった。まるで日本でプレイしてた頃のヒデのようだ。かんざしで突き殺す人だよね。お前の知識はどこで止まってるんだ。とりあえず猛烈に忙しい。お前と喋ってる暇なんか2秒ぐらいしかないな。ちょっと聞いてほしいお願いあってさ。1時間、30分でいいんだ。時間ないかな。ないって言ってるだろ。お前たまには人の話聞け。いいこと言ってるかもしれないぜ。じゃあ総一以外の人のは聞くね。切るぞ。ごめん。デートだ。違う。3回行った。やっぱデートだ。違うって。デートならデートって言ってよ。それなら無理言わない。違う。ちょっとした仕事。仕事ならいいじゃん。相変わらずめちゃめちゃだなお前。今なら5秒ぐらい時間やるぞ。ちょっと電話では話しにくいことなんだな、これが。なんだよ、恋愛相談か。それならあんたより墓地のお地蔵さんにする。んだよったく。それ今日じゃなきゃダメなのか。できれば今日、できなくても今日。しょうがないな。イエス、ノー、じいちゃん。しょうがない、もういい、やっぱやめ。うそ、総一、ありがとう。たく、30分だけだかんな。十分だよ、助かる。じゃあ、何時にどこだ。町にいるから、都合ない時に電話してきて。そんなんでいいのか。うん、じゃあわかった、適当に連絡するよ。サンキュー、総一大好き。バカ言ってんじゃねえよ。
お待たせ。ううん、全然。今来たところだよ。そっか。じゃあ、出ようか。あ、でも、宗一くんは何か飲みませんか？私は先にいただいちゃいました。そうだな、別に急ぐ旅でもなし。俺もコーヒーもらおう。じゃあ、私ももう一杯いただきます。あ、それなら一つのメロンソーダを二人で飲もうか。冗談だよ。なんだ、メロンソーダ。恥ずかしいだろ。何を言ってるんですか。恥ずかしくなるためにするんじゃないですか。それもそ、違う。メロンソーダが嫌ならミックスジュースにしましょうか。そういう問題じゃない。じゃあパフェ。太るぞ。食べない。やっぱりメロンソーダだから恥ずかしいんだって。じゃあミックスジュース。だからそういう問題じゃないと。やっぱりパフェを二人で。ティッ。入った。関西の人間はすぐそうやってボケツッコミへと持っていこうとするだろう。その手には乗らん。思いっきり乗ってたよ。宗一くん。なんだ。朝から絶好調だね。ゆかりほどじゃないさ。朝からそんなに飛ばさなくても。とりあえずコーヒー飲んでいい？うん。じゃあ私はミックスジュースかな。マスター、いつものとミックスジュース一つと、ストローを二本。てい。隠すこともないけど、そうだね。あ、当たり？すごいね。普通のお店みたいなのに。実はすごいぜ。あのマスター、戦闘用ロボットなんだ。クルス川電光製の軍事用に特別チューンを重ねたスーパーモデルさ。戦車1台なら軽々と持ち上げる。そうなんだ。冗談だよ。ありがとうございます。ほら、宗一くん、ちゃんとストローが2本。マスター手ぐらいかな。意外と普通だろ。そんなことないよ。
戦闘ヘリぐらい誰でも持ってるって。そんなことありませんって。いつか乗せてね。戦闘ヘリは運転席が後ろなんだ。ゆかりが乗るガンナーズシートは見晴らしがいいぜ。ガンナーって何をするの？機関砲撃ったりミサイル撃ったり。多分下手だよ。撃たなくていい、撃たなくて。あとはレーダーの処理とか司令部との通信を担当してドライバーを助ける。なるほど、それならなんとかなるかも。そろそろ出ようか。うん、もうちょっと。ああ、悪い悪い。せかさないよ。ゆっくり飲んで。やめとこうぜ。それはいくらなんでも、いくらなんでもだろう。幸い、あたりに人影なし。チャンスチャンス。場合か。行くぞ。さっさと飲め。お代官様も隅に置けませぬな。お主ほどではないわ。ごちそうさま。いろいろ。うるさい。終わり終わり。行くぞゆかり。宗一くん、宗一くん。なんだ。立ち上がれないよ。どうした、冷たいものでお腹でも壊したか。手を貸してください。ゆかり、
行くとこ決めてる？うん、総一くんさえよければ時計を見に行きたいの。時計？腕時計か？うん、あそこだよ。もちろん。助かったよ。総一くん詳しそうだから。ゆかりなら鳩が出るやつが似合ってると思うな。うん、そうだね。私もそう思う。ポッポーポッポー。最近また時計流行ってるからな。うん、こないだのぞみちゃんに新しい時計自慢されちゃった。笹原、何かとお前に対抗意識があるからな。え、そうなの？あいつ割とルックスはいいからな。伏見のタヌキさえいなきゃナンバーワンは私だとかつまんないこと思ってんじゃないの？でも仲良しだよ。サツキは苦手だろ？そういえば両方ともはっきり物を言うタイプだからな。まあいいや。それで対抗して？あ、ううん、違うよ。理由は別にあるの。どんな？それは秘密です。わかった。プレゼントだ。ドキー。図星か。お父さんの誕生日か何かだろ？あ、うん、そうかな。ちょっと違うんだけど、そんなようなもの。それに、ついでに自分のも。のぞみちゃんのすごくかっこよかったから。あ、なるほど。笹原のしてたの何だった？覚えてる？あいつとこも金持ちだからな。オレックス。あ、それ多分それ。ひえ。まあクラス的にはエクスプロージョンかサブマリンだと思うけど、それでも20万じゃ効かないな。そんなにするの？あそこのはブランド代のって特に高いんだよ。まあもちろん物もいいけど、うん、ゆかり、お父さんのプレゼント予算は？1万円ぐらい。ゆかり、1万円ではお父さんの腕を飾る時計はちょっと無理だよ。別のものにしたら？そうなんだ。やっぱりプレゼントは気持ちだから額はどうでもいいとは思うけど、同じ1万円ならネクタイならそこそこいけるから、それでどうだ？あれは何本あっても困らないしさ。そうするよ。じゃあゆかりのを見ようか。うん。予算は？これも1万円？うん、そのくらい。
あれとかこれとかそれとか、うん、その辺とかこの辺とかあの辺とか、うんうん、これはちょっと高いかな。あ、これは太陽光で発電して電池のいらないやつだよ。キャラクターものはさすがに卒業？かわいいけど。似合ってるけどね。でも大人っぽいのがいいな。そうだな。どう？ピンとこないか。無理もないな。1万円ならカジュアルなクォーツなら何でも買えるけど、ちょっと機械式だのスイスだの言い出すときつい値段だからな。機械式、機械じゃない時計があるの？腹時計とか。なんだもうそうなんだけど、クォーツじゃないオートマチックや手巻きを一般的に機械式なんていう。オートマチック、自動巻き。手につけてるとその動きで自動的にゼンマイが巻かれるタイプだよ。ほらこれとか。本当だ、オートマチックって。機械式はいかにも機械が動いてるっていう温かみがあるから、精度はクォーツにおとっても人気は高いんだ。その代わりパーツ精度が必要だから値段は高い。ほんとだ、5万円もするね。でもこの時計かっこいいね。うん、今は正確な時間が知りたければ携帯もあるし、時計は趣味のグッズだよ。好きなのを選べばいい。私もこっちの方がいいな。じゃとりあえず予算考えずにいろいろ見てそれから悩もうか。うん。総一くん、決まったか？逆だよ、今度はいろいろありすぎてわからないよ。自動巻きとなると水性のおしゃれなのがどさっと候補に上がるからな。総一くんは何を見てるの？ああこれ、うん、これは俺の憧れの一品。どれどれ。これ、この真ん中の3750って型番のやつ。スペースマスターミッション、スペースマスター。25万円もするね。そう、スペースマスターミッション。初めて月へ行った時計、現在でもNASA の有人飛行に唯一認められている時計。伝説があってさ、アポロ11号が初めて月へ行く前に世界中からありとあらゆる時計が集められて過酷なテストにかけられたんだ。なんといっても時計は宇宙飛行では命に関わる大切なパーツだからな。ところが時は1960年代後半だ。まだまだ耐衝撃性能や防水性能なんかの技術は低くて、どれもこれも合格しない。諦めて基準を緩くしようかと思ってた時に、たった一つこいつだけが合格した。おー、すごい。しかも特注品でも何でもないお店で買ってきた吊るしの品が合格したんだ。
そしてめでたくスペースマスターは月へ行った。アームストロング船長の腕に巻かれてね。へえ、すごい時計だね。マイナー繰り返して形はだいぶ変わったし、自動巻きや女性用、月齢時計付きなんてバリエーションもあるけど、なんといっても初代の魂を受け継ぐこの3750ミッションの文字が入ってるやつこそがスペースマスターだね。なるほどね、総一君憧れの品だもの。25万円頑張って貯めなきゃ。いや、実は持ってる。かくしかも11号じゃないけど月へ行った実物。ますますかくオークションで競ったんだけど高かったぞ。いい話だと思ったのに。